妖怪ガッツ F 実装。きたー。ということでどうもリナです。冒頭でも言いましたが、ついに妖怪ガッツ F がプニプニに実装されることが決定しました。妖怪ガッツ F といえば妖怪ウォッチ2で初登場した、ふみちゃんの祖父、ふみあきが妖怪になった姿ですよ。もともと妖怪ガッツ系は登場していて、最近は新しいウォッチが出るたびに、イベントマップのステージ1にいる、ウォッチのパーツをくれる、優しい妖怪みたいになってるんですけど、まだガッツ F は登場していなかったので、このタイミングで来るのはさすがに予想外でした。そしてこのガッツ F を入手する方法なんですけど、お知らせに来ていたこちらですね。この5大怪魔事件というものが、今後全部で5つ来るみたいなんですが、この5大事件を全てクリアすると、このガッツ F がもらえるみたいです。そして今回来てるのがこちらの怪魔の怪文書1、厄介な事件ですね。怪文書1枚につきステージを1つ進められるのですが、この怪文書はログインでステージに配られるのと、今回の銀河ウォッチイベントのマップで、たまに出現する怪魔からもドロップします。僕は4回中4回とも怪文書を落としてくれたので、結構確率は高めだと思います。前回のレタスが確率低すぎたのかもしれません。ちなみに5月20日からは、スコアタポイント交換でも怪文書が交換できるようになるみたいなので、周回するのが大変な人はこちらで、交換してみるのもいいかもしれません。今回は丸1なので、今後は2とか3とかが出てくるんでしょうね。難解な事件とか豪快な事件とか、1イベントに1種類出てくると仮定すると、少なくともガッツ F が入手できるのは、2ヶ月半後とかですかね？結構かかりますが、ある意味レア感があっていいかもしれません。さあ、そして今すでにプレイしていますが、今回のこのステージは1ステージターズごとに、G 書が1冊もらえるという報酬が激うま設定になっている上に、全部のステージを倒すとふみちゃんのスペシャルアイコンがもらえます。これは嬉しいですね。ああ、そういえばアイコンといえば、僕が今月の12日に上げたアイコンをテーマにしたショート動画が早くも20万再生近いみたいで、本当に感謝でしかないです。今後も通常動画に加えてショート動画もたくさん上げていきたいので、ぜひ登録とかまだしてない人はしておいてくれると僕が動画作るぞーってやる気が出ます。さあ、怪魔のステージも3まで来ましたね。何気に揺らめく怪魔のプニって初めて見た気がする。どこかで出てましたっけ？どこかで見たような気もするし見てない気もするし忘れました。まあまだ余裕ですね。さあ、残り2ステージ。今のところかなり簡単ですが、これでも、1ステージ倒すごとに G 書がもらえてるのかなりありがたいです。おっと、地獄ムズ？これはかなり強いかもしれませんね。気を引き締めていきましょう。さて、HP はっと。いや、なんだこれ、右だけ30万って。とにかく最初に右の66尾を倒せば良さそうですね。よし、倒せた。おっと、間違えた。ちゃんとピンを刺しておかないとこういうことが起きます。よし。なかなか珍しい設定でしたが、そんなに難しくはないですね。さあ、ラスト1ステージ。怪魔がふみちゃんを困らせているだって？じゃあ倒すしかないですね。ここに来て本体の HP が35万と、やっと強敵らしくなってきましたね。しかしこの薄ら影の火力に耐えれるかな？いいっしゅ。やはり薄ら影はめちゃくちゃ強いです。さあ、最後に報酬受け取っていきましょう。わーい、ふみちゃんのアイコン。そしてさらに G 書もゲット。美味しいですねー。さあ、これで次回の怪魔事件の準備万端です。全部クリアして妖怪ガッツ F ゲットしましょう。それではまた次回の動画で、ご視聴ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくね。